テトラ型のシャカシャカキーホルダーを作っていこうと思います。これはちょっと折り紙でどれくらいの大きさにしようかなと思って形だけ作ってみたんですけれども、こういう三角の形のものがテトラ型という風に言われています。まあ、ちょっとこれ折り紙なので色がついちゃってるんですけど、透明のシートで作って、それ で中にこのしのぶさんのチャームを入れて、でこのしのぶさんがこう揺れるような形のものを作っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。いつものこのダイソーの軟質カードケースを使って作っていきます。ケースになっているのでこう2枚重なっている状態でして、重なっている部分ですね、こちらをまあ、カッターとかハサミとかでこう切り離して、で1枚の状態にします。前作った時の切れ端がまだ残っていたので、前回の残りの切れ端を利用していきます。でこちらをちょうどいい大きさに切っていくんですけれども、折り紙を使っていこうと思います。まあ何でも一番ちょっと使わなさそうな柄のやつ、こちらを2つ折りにして切ります。半分だけを使います。半分を合わせて、でマステで固定。折り紙がご自宅にない方は 7.5×15cm でこの透明のカバーを切ってください。折り紙の形に沿って切っていきます。マステと折り紙を外しました。この長方形の両端をこうくるっと筒状にしてこう重ね合わせてヘアアイロンで接着していきます。以前は家にあったヘアアイロンを使用して接着したんですけれども、平らじゃなかったのでちょっと空気が入ったりとかして仕上がりがいまいちだったので新しく購入しました。こちらはキャンドゥで550円でした。キャンドゥです。こんな感じ、結構ミニサイズで、多分ここ全面は1回ではできないかな、多分こっち側こっち側っていう風に分けてやんないといけない感じですね。でちょっと温めていきます。私はキャンドゥで購入したんですけれども、それ以外だと安いところだとサンキューマートでもヘアアイロンを売ってるのを見かけました。まあ、サンキューマートは390円だったと思います。確か反対側だけマステで固定します。接着できたはず。じゃあ片側もやっていきます。熱が冷めるまで待ちます。じゃあ冷めたので筒を潰して片側をまた接着していきます。この端の部分が浮いてきたりするので、熱いうちに定規なので押さえてきちんと接着してください。で最後にもう片側を接着するんですけれども、その前にこの中にシャカシャカの素材を入れていきます。しのぶさんをこう中にこうやって浮かせたいので、ちょっと余計ないらないパーツを取っていきます。これはいらなくてこの部分ですね、ここにチェーンをつけていきます。このしのぶさんの商品はつまんでつなげてマスコットっていうもので、ここにお腹のところに
この輪っかがあるのが分かると思うんですけど、マスコートをこう連ねてこう飾れるっていう商品なので、ここにお腹に輪っかがついてます。せっかくなのでここにもちょっと飾りをつけていこうと思います。紫のお花のビーズですね。キーピンにビーズを入れて、で根元から折って、ちょっと長いので切ります。輪を作っていきます。はい、輪っかを作りましたので、丸カンでつなぎ合わせていきます。はい、つなぎ合わせられました。でこちらに今度は上の方ですね、ここにチェーンもつけていきます。これも丸カンでまずこことここをつなげます。でそしたらケースに入れてチェーンの長さを決めていきます。閉じた時にこう揺れる長さを決めて、長さを決めたら余分なチェーンを切ります。また丸カンをつけていきます。今つけた丸カンがストッパーの役割になっているので、チェーンがこう中にスルスルっと落ちていかないような形にしました。ではあとはここにシャカシャカの素材を入れていきます。スパンコールです。じゃあこれでチェーンを、しのぶさんを入れて閉じていきます。アイロンで接着していきます。緊張するな、はず。はい、接着が終わりました。ちょっとこの上のところが溶けちゃって若干かっこ悪いけど、まあまあまあ、でもはみ出たところハサミで切ればそんなに目立たないかなと思います。大丈夫。私はこの尖ってるところが肌に当たってチクチクするのが嫌なので、ちょっと角は丸く切ってしまいます。はい、ではあとはキーホルダーのパーツをつけて完成です。大きめの丸カンにじゃあキーホルダーのパーツをつけていきます。最後にこのチェーンが通ってるところですね、こちらに接着剤をつけていきます。じゃあ接着剤が乾くまで待ちます。このつままれているしのぶさんがゆらゆらして可愛く仕上がったと思います。このシャカシャカもいい感じですね。大きいのと小さいの両方入れてみました。皆さんもよかったら作ってみてください。ではさようなら。